にちは。はい、今日はですよ、今日ここで行ってきますからね。今日こちらでございます。入荷してきたんですよね、はい、新しいシーズン始まりましたね。はい、リーガンですね、はい、リーガンのジャージが、カンタビレ製が入ってまいりましたのでご紹介します、はい、こちらですね、もう見れば分かりますね。ちょっとさっきずっと買ってたけど、釜石のレプリカホームジャージでございます。なぜ釜石って言ったかというと、ね、書いてあるんですよ。今日はですね、もう見ていきます。いいですか、細かいところをお伝えしたいので見ていきますけど、はい、オフィシャル公式のご案内の中にですね、カタカナで釜石レプリカホームジャージだったんで、そのままご紹介しますね、はい、なんか分かんないです、僕はチーム名とか入れなくていいんだっていうのは、もう僕は何でなのか知らないですけど、そうなってます。それはもう分かんないことを聞いてください、うん、僕にじゃないですよ。はい、いいですね。で、サイズは S ですよね、これ、はい、S だとちょっと僕には小さいかなと。もうさっきからこうちょっと上がってきちゃうんですよね。そうですね、はい、S はですね、ちなみにここに書いてあるんですよね。チェスト84から92、はい、身長160から170ということでございますが、私は165ぐらいなんですよね、はい、まあ、中間、つまりこのサイズのど真ん中サイズの人のはずなんですが、はい、ちょっとまあ短い、170の人だとちょっとこう本当こういう感じになっちゃうかなっていう感じはしますよね。はい、だ前から言ってましたけど、公式のこういうサイズは当てにしないんだ、全部に書いてあるんで、はい、物によって違いますね、気にしないんですよね、はい、はい、で、まあ S でこの辺はちょうどいいですよ、はい、いいですね、この辺はちょうどいい、はい、チェーンと、まあ、腕はですね、なんかまさかのですね、結構カッパカッパしてるんですよね、緩く、はい、私そんなに腕ね、細い方じゃないんですよ、実は一応歩いてたんで、だけどこれパチったりとかしないんですよ。ちょっとこう、ゆったりめ。まあ気持ちいい、ゆったりめですよね、はい。で、あとはね、やっぱりリーグワンになったじゃないですか。はい。なったじゃないですか。リーグワンだから、いろんなスポンサーついてますよね。スポンサーがすごいやっぱり、はい、これ、はい、イオンとか書いてあると。イオンモール。あるでしょ、はい、イオンモールさんはですね、リーグワンとくっついて、なんかいろいろやるんだって。だからすごい面白いことになりそうでね。はい。でですね、ちょっと説明読ますから、こうちゃんと読んだ方がいいって僕は思ってるんで読みますね。はい。まあ言いましょう。リーグワンの、はい、日本製鉄釜石シーウェーブスの新ホームレプリカジャージです。はい、日本製鉄釜石の意味ですね、うん。はい。ジャージのカラーの赤。赤。これですね。はい、これ、今までの、これまでの歴史に対する尊重を表してて。尊重表すから赤の、今昔から赤だったから、釜石さんってね、はい、赤で、ボディにあしらわれた波の柄は、はい、釜石ラグビーの象徴であるフライキ、多分旗のことですよね、はいはい、うん、の波を模したデザインだったんで、で、昨シーズン同様に船出の帆、羽ばたきの翼をモチーフとした、うん、釜石宇野住まい復興スタジアムの屋根膜を胸元に施す。ん？屋根？屋根の膜。これですか？これ波？これ？胸元に施し、地域のシンボルを目指していくという、地域のシンボルを目指していくというチームコンセプトを表現したデザインなんで。デザインです。はいはい、いいですね。ちょ屋根膜、ちょっと、これかな、これかな、これかな、ちょっと私はよく見えないの、自分で見て、いいですね、まあまあまあ、そういう、いや、書いてある通りの、読みましたけど、そういうデザインになっております。まあ、今回すごいのは波ですよね。はい、波がすごい。そう、背中もあるでしょ。いや、なんかない。腰の。この辺。はい。そうですね。はい、波があしらわれている。これが大きな変更点ですよね。あとはね、襟かな。襟が、昔はラグビーって襟がなきゃいけないスポーツだって言われたけど、最近、はい、襟ないスポーツになってきてるよね。こういうタイプでね。はい、こうやって、なんていうのこれ。うん。多分これ、カンタベリさんの襟なんで、多分他のジャパンとか。はい。含めてそういうチームはこういう襟を採用してると思うんですよね、はい、なっております。で、これ拡大すると見えるんですね。いや、ちょっとわからないですね。はい、いいですいいですいいです、素晴らしい素晴らしいですよね、うん、で、ロゴっていうか、この書いてあるデザインが全部消化プリンです。
しょうか。あの刺繍とか、はい、上からペッて貼ったプリントとかはない、はい、ないですね、はい、どこもないです、うん、なんであのまあ1枚の布でぴったり着る、うん、そういう感じのジャージになってます。でやっぱ監督さんどうですね、このなんていうの、うん、切り返しっていうの、はい、この辺がもう細かい、ね、そうですね、すごい。でこれよく見るところなんていうの、前から後ろにかけてちょっと斜めにカットされて、これはね多分この動きやすさ、うん、フィット感を、出してくれてね、これ、うん、まあもうさすがのクオリティになっております。はい、はい、でそうそう、はい、我がチームじゃねえやうちのお店はですね今度カンタビーさんがいっぱい入ってきたんだけども、はい、基本的にオルタネットっていうあのアウェイっていう、うん、そっちの方のジャージのお取り扱いが基本的にないんですよ、はい、そう大人のジャージなんですけど、まあホームしかないんで、よろしければで、まあ、いつもね、リーガンの時言うんだけど、あの、うちで買っても、どこで買っても、あの、お値段とかは同じなはずです。はい。あの、現地で買っても。ただ、今、うちで買っていただくと、ネットで、なんで、発送して、あの、試合に向かってね、あの、着ていくとかもできますので、よろしければ。あと、ほら、会場混んでたりするんで、あの、買えなかったりすると、かわいそうなんでですね。よろしければ、事前にお買い求めの場合はですね、あの、弊社で見ていただければと。いうふうに思っております。ただ、はい、入荷数かなり少ないので、はい、正直な話、ご希望の方はお早めというわけでございます。はい、というわけで今日ご紹介したこちらですね。はい、2324モデルっていうのかな、これ。書いてはいませんけれども、そこに、ね、多分そういうことですね。今年と来年にもかけて、釜石さんが着るジャージ、釜石レプリカホームジャージ。かっこメンズって書いてあるけど別に全然メンズじゃなくて僕は思いますね。はい。のジャージのご紹介でございました。はい。よろしければ見てみてください。はい。では、バイバイ。バイバイ。